新選組副長土方歳三が生まれた地は武蔵の国多摩郡石田村。六番隊隊長井上源三郎は武蔵の国多摩郡日野本郷北原。そして近藤勇や沖田総司らが剣術の腕を磨き、新選組の誕生に大きく関わった天然理心流佐藤道場は、日野本郷名主であった佐藤彦五郎が自宅に開いた道場でした。いずれの場所も現在の東京都日野市。日野宿の佐藤道場から旅立ち、新選組を結成した土方歳三や井上源三郎たちはここ日野で何を見つめていたのでしょうか。新選組のふるさとをめぐる物語はここから始まった。 JR 日野駅からほど近い日野宿本陣。ここは都内で唯一残る江戸時代に建てられた本陣建物です。幕末に日野宿の問屋と日野本郷名主を務めていた佐藤彦五郎が本陣兼自宅として元治元年1864年から使用した建物です。嘉永2年1849年の大火をきっかけに自衛の必要を痛感した佐藤彦五郎は、井上源三郎の兄で八王子仙人同心であった井上松五郎から天然理心流を紹介され、近藤修介に入門。自宅に道場も開きました。この道場にはやがて天然理心流宗家の近藤勇や沖田総司が訪れるようになり、日野出身の土方歳三や井上源三郎らを交えた新選組と日野の人々との物語の幕がここで開けられたのです。幕末最後の日野宿名主を務めた佐藤彦五郎。佐藤彦五郎なんですけれども、私の5代前の先祖になります。まあ、佐藤家代々名主をしておりましたんですが、彦五郎が新選組に関わった人物なんですね。自宅でもあった日野宿本陣に天然理心流の道場を開いた佐藤彦五郎は、新選組に物心ともに応援を続けたことも知られています。彼が残した膨大な資料から新選組に関係するものを公開しているのが、日野宿本陣のすぐそばにあるここ佐藤彦五郎新選組資料館です。土方歳三と佐藤彦五郎の鉄線、近藤勇のピストル、さらに土方の愛刀越前安次をはじめ、さまざまな資料を展示しております。佐藤彦五郎新選組資料館や日野宿本陣の近くに八坂神社があります。八坂神社には後に新選組を結成することになる近藤勇や井上源三郎らが安政5年1858年に奉納した天然理心流の奉納額があります。この奉納の翌年、土方歳三も正式に入門し、歴史の大海原へと突き進んでいったのです。八坂神社の近くには新選組6番隊隊長を務めた井上源三郎の生家もあります。平成16年に、蔵から200数十点の資料が発見されました。その蔵を改装しまして、井上源三郎資料館を開館いたしました。源三郎の兄松五郎に贈られた近藤勇からもらった大和守源秀国、それとあと五条楽日記、この五条楽日記がやっぱり一番源三郎資料館では注目されているんですね。館内には源三郎の兄松五郎が八王子仙人同心として将軍の上洛に伴い京都へ行った際に記した文久3年五条楽おとも旅記録を展示しています。
また土方歳三所蔵、井上源三郎所蔵、八王子仙人同心資料、さらに近藤勇が松五郎に送った名刀、大和の神源秀国なども展示しています。JR 日野駅から15分ほど歩くと、新選組の誕生から終焉まで数多くの資料を展示している日野市立新選組のふるさと歴史館があります。これまで新選組のイメージには文芸作品をはじめとしたさまざまな創作物の影響もあり、砂漠派の剣客集団という側面が強調されてきました。新選組のふるさと歴史館では、そうしたイメージを超え、日野市内外の資料に基づき、歴史の流れの中に新選組を位置づけた展示を行っています。多摩モノレール万願寺駅からほど近い日野市石田は、新選組副長の土方歳三が生まれ育った場所です。この個人でやってる資料館ってかなり特殊なケースだと思うんですね。子孫がその成果に伝わる、ここに歳三さんが使っていたものですとかを置いて、そしてまあそれ本物に感じていただける空間になっておりますので、歳三さんを感じにぜひ土方歳三資料館にもお越しくださればというふうに思います。土方歳三資料館は、全国より歳三の成果をお尋ねくださる皆様の遺品公開をとのご要望にお応えして1994年に開設いたしました。成果に伝わった遺品資料が今後末永く後世へと受け継がれ、また歴史上の人物としてだけではなく、一個人としての土方歳三の人となりが語り継がれていくことを願って運営しております。土方歳三資料館には、歳三の愛刀である泉の神兼定や直筆書簡をはじめ、歳三が自作の句を編んだ宝玉北句集、8月18日の政変時に使用した鉢金、歳三も行商をした土方家の家伝薬である石田三薬に関する資料など、約70点余りを公開しています。土方歳三資料館の近くには、歳三の墓所がある石殿寺があります。5月11日は歳三が35年の生涯を閉じた命日。死後150年以上過ぎた今も、5月に行われる歳三忌には、石殿寺は全国から追悼に訪れる歳三ファンで埋まります。茅の大木の下を進むと墓所があります。この墓所には年間を通して献花が絶えることはありません。多摩モノレールと京王線が乗り入れる高畑不動駅の近くには、高畑不動尊があります。この高畑不動尊は土方歳三の菩提寺であり、境内の大日堂には歳三の位牌が祀られています。また新選組に思いを馳せる純摂領有の碑や土方歳三の像が境内にあり、さらに奥殿には歳三の書状や東照大権現の上りなどの資料のほか、歳三と関わりの深かった幕末名士たちの書軸なども数多く展示されています。新選組副長土方歳三。歳三さんもね、日野っていう土地に育てていただいて、京都に行って新選組という役目を負いまして、活躍することができたと思うんですね。新選組6番隊隊長井上源三郎。新選組副長常勤6番隊長を務めた源三郎は、京都で新選組大使として活躍しました。天然理心流の免許改伝の源三郎に会いにぜひ来てください。お待ちしております。そして新選組誕生に大きく寄与した佐藤彦五郎。
本当に一人一人大使一人一人の魅力があったということだと思うんですね。こちらにいらしていただけますと、その筆跡なり功績が見えてくるということで、感慨ひとしおだと思います。新選組のふるさと日野、日野市を歩くと新選組の礎を随所で感じ取ることができます。新選組のふるさとをめぐる物語はここから始まった。